おはようございます。ティラット申します。ドローンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやもう9月ですね。いや秋の訪れを感じるこの頃、皆様はどうお過ごしでしょうか。私はゲームに積み毛が増えている気がします。忙しい時期なのに何をしてるんでしょうかと時々思います。いやでもね、このゲームはやりたいな。じゃあ今回もやっていきましょう。行ってみよう。相手チームの登場だ。さあ来い来い。あーはい、オッケー、大丈夫。はいはい、大丈夫です。もうこの前勇者でめった打ちにしていきましょうから、このチームは。でレジェンドヒーローライアンを使いますね。よっしゃ行こうぜライアン。職業バトルではね、敵として登場したライアンがね、自分でも使えるということで、ちなみにこれですね、レジェンドチームの時にパスを押すと出てきます。つまりレジェンド最弱と言われる話かな。いやライアン、そんなことはない、君は戦える。では行きましょう。レジェンドチームでね、レジェンドカードを持っていなくてもパスで召喚できるね、王牛戦士ライアンと戦います。今回は行くぜ。腕組んどるからいけるだろ。めっちゃ強そうやもん。大丈夫か。じゃあね、自分でも使えるんでね、どんどん行きましょう。爆発が熟練の技。ライアン本人がだいぶ強いんで、お供がいるだっていうだけでも十分ね、戦う価値はあるでしょう。ただ呪文が飛んでくると普通にきついんじゃないかと思っております。はい、飛んできましたね。はい、あ、もう95。まあでも思った以上に食らってないんだね。まあ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 、さあ怪しい攻撃、闇討ち、何が出るかな。闇討ち、まあ爆発なんだけど、おお、ホイミンも避ける。結構ホイミンが避けるんだよね。さあいけ、ライアン熟練の技。はいはい、お、いや強いぞ、結構強いな。たまにねこれで行動不能にもできるんですよね。はい、キングダムソード、あった、ジョニー、どうした、ロンリー城どうした、ロンリー城どうした。びっくりするよ、そんな備え外す。さあ爆裂剣で、ホイミンいった、爆裂剣、せーの、はい、いいね。いやちょっとわかんない、ジョニーとかのステータスは普通のホイミン攻めと一緒なのかな。それがちょっとわかんないんだよな。なんかちょっとステータス違う番とかやったりすんのかな。バギマ、うわ結構食らう、いい勝負だな意外と。さあ次は歴戦の技でね。はい、こう詰めるだけで風の刃が強くね。154とか出るんだよ、強い、めっちゃ強くね、めっちゃ歴戦の強くね。はい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 、ラッキーラッキー。ここで終わるか。ジョー、ロンリージョー、いけロンリージョー。おいおい、何をしてんの君。あ、ロンリージョー次は見せてくれよ、お前の剣の前や、行くぜ。はい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 、オッケー、勝ち。いや、ライアン本人がめっちゃ強いね。ほら見て、ライアンだけ構えとる。なんでライアン構えとんの。お前ぐらいは喜んでもいいだろう。この伝説の証人っていうカードがあるんですけど、こちらは証人レベルを上げて初めて戦えるカードなんですよ。証人レベルを上げることにより耐性無視の超強力な攻撃が打てるっていうキャラなんですよ。承認レベル1で使ったらどうなるんだろうな、試してみてえな。いや、まあ、経験値ないから。はい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 。行きましょう。本当はね、実はね、その、課金御用達のキャラなんですよ。まあ、課金さえすればめっちゃ強いっていうね、モンバットではね、異端児ですよ。モンバット界の異端児、トルネコ行きます。はい、行くぜ、トルネコ。いや、トルネコも戦えんだよね。このゲーム、トルネコも戦えるんだけど、ただ完全にこれ、ネタキャラなんだよな。レベル1で使って大丈夫ね、踊る宝石と夜の帝王が一応味方にいるから、弱いわけではないと思うんですけど。まあでも、踊る宝石と、夜の帝王やでな。夜の帝王はちょっとどうかと思うけどな。踊る宝石はそこそこ強いモンスターですよ。夜の帝王はちょっと知らないモンスターですね、僕は。さあ、まあこのジュエルがね、メラがね、的確に、いいね、的確に狙ってくれてるよ、いいやつを。うわ、ラリホーだ。いや、やめてよ。あー、トルネコ寝た。おいおいおい、伝説の証人寝るなよ。何してんの。
お前の活躍が見たいんだけど、僕君の活躍が見たいんだけど。仲間を呼ばれる。トルネコどうなんだろうな。承認レベルってことは、やっぱ承認のレベルが強さに影響するのかね。さあ、さすがに僕も全盛期使ったことねえもん。いけカルスウィンク、はい、イエーイ強いじゃん。夜の帝王やるじゃん。名前負けしてるだけなんだけどな。名前的には夜の帝王って名前はいいんですけどね。名前はすごい好きなんですけどね、夜の帝王。あー、ジュエル。まあ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 。甘い息いこうぜ、夜の帝王。夜の帝王は甘い息が使えるっていうね、珍しいモンスターですからね。草原森の甘い息。まあね、草原森にはね、なんか、ね、他にもお化けキノコとかいるんですけど。ああ、まあ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 。いけいけ、ジュエル。結構いい勝負してんな。はい！いいね。さあ、いけ、甘い息眠らせろ！夜の帝王！うおぉ！こっちはダメか。もうやめてよ。トルネコ出たら、この動画トルネコ一回も動かへんで。おーおー、ちょっと待ってよ。なんで向こうの攻撃では寝るのに、俺たちの攻撃では寝ないんだよ。ちょ、待ってくれよ。トルネコ一回も動いてねえんだけど、いいとこないよ。トルネコ全然いいとこないんだけどね、ねえ。オッケー、それはラッキー。ちょ待って、トルネコが何一つ動けないんだけど。トルネコ動かしてもくんないんだけど。トルネコ動かさせてよ。このままじゃただジュエルと夜の帝王の動画じゃん。頼むよ。そんなの嫌だよ。トルネコがなくなっちゃうじゃん。いけメーラー、いいねー。お、夜の帝王、いけ夜の帝王、ほわっ。いやー、トルネコ動いて。トルネコが、ちょ、お前何なのマジでさ、ちょっと、お前は何なんだよ、マジで。お前マジで何なの、お前マジで何なの、動かさずに。何なのお前、何も考えて、何も分かってねえな、動画のこと。お前、撮れなかったってか、お前。お前、撮れなかったのをね、理解しないとダメだ、お前。そういうね、基本から理解しないとダメだ、お前はね、そういうの分かってない。お前ね、そういうね、展開とか分かってねえわ。もう展開とか、そういうなんか、台本とかを理解してねえわ、お前、めっちゃ演技下手だな。さあ、翼くんに。翼くんならね、状態異常はないしね。もう初めからこっちにすればよかったんだ。状態異常ある方に挑んだからこうなったんだ。まあまあまあね、今度こそトルネコ動いてバシッと決めていきましょうよ、トルネコね。トルネコバシッと決めてくれると思いますよ、僕。ね、レベル1の承認やからってわけじゃないと思うんですよ。攻撃すらできないのはちょっと話が違ってくるので、はい。行き、夜の帝王を眠らせろ。行き、甘い息。はいー。すげえ。いいね。甘い息はこんなに効くとは。さあ、向こうは雷術。なんと力34からね、殴ってくるというね、珍事発生。まあ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 ね。さあ、トルネコ行け。正義の一撃。いけ！おー、カードが、え、嘘！え？強くね？嘘でしょ。トルネコ、お前。え、お前さ。俺さ、80ぐらいかなと思ってたの。80ぐらいと思ってたんだけど、俺。多分ね、80とか、まあ出て100だろうなと思ってたんだけどさ。レベル1だよ、レベル1。さあ行け、この猫、足払い！行け行け！お前が行くんだ！やっぱりこぶ、足払い！うおー！なるほどね。足払いはまあ行動不能の方だからね。正義の一撃超強かったぞ、さっきの。おっと、相手の攻撃。まあまあ大丈夫でしょ。ただ HP がさ、1900しかないから打たれ弱いな。うわぁ、夜の帝王の方が食らってたわ、でも。いけ、夜の帝王、クロスウィング。いくぜ、ほらいいね。オッケーオッケー。平石。まあまあ、カロンはそんなに言うて強いモンスターではない。
ほらね、夜の帝王もバッチリ避けていく。この正義の意識はめっちゃ強かったからな。もう一回見せて。さあ、夜の帝王頼むぜ。クロスウィン。はい。あっと。おっと、避けられる。ジバレ。まあ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 ね。あ、まあ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 、大丈夫大丈夫。いけ。いいダメージレースだな。はい。いいよいいよ。トルネコでね、バッチリダメージやっててこう。飛来心。ああ。いい勝負だ。結構いい勝負だな。まあ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 、大丈夫大丈夫。まあまあ。まあまあまあ、大丈夫大丈夫。よく耐えたよく耐えた。いけ、トルネコ。正義の一撃。こけて、カードが、うわー、あれあれあれ、なんでさっき160も出たんだ。あれ、なんでさっき160も出たんだ。あれ、なんでさっき160も出たんだ今。あれ、なんでさっき98が出なかったんだ。あら、なんかさっきとダメージが違うんだけど。待って、死ぬんだけど。あれあれ、嘘、負けんの。ちょ、トルネコ頑張れ。なんかお前の気合でさ、ここでバッチリ気合で耐えていこうぜ。あのスーパーアーマー。勝負あり。うわー、トルネコいない。トルネコいなくなって、なんでいないんすかね。はい、というわけで今回はね、ダイアンとトルネコ導かれし者たちのね、スペシャルカードね、レジェンドヒーローカード使ってみました。いやでもさ、トルネコなんで一発目あんなに強かったの。え、全然わかんなかったんだけど。はい、というわけで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。